皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、メールマガタイムでございます。私、メールマガジンを配信しておりまして、えー、このチャンネルの概要欄にもリンクを貼っております。一つは、無料版。こちらはサンプルのようなものです。もう一つは、有料版でして、えー、月額税込み111円でやっております。 非常に安いです。はい。で、内容としては、日常生活から人生設計まで、ありとあらゆる様々な内容もう有用な内容をご紹介しております。はい。初月は無料なので、まあ、もしお気に見せなかったら初月で解約しちゃえばいいので、ぜひお気軽にご入会いただきたいところなのですが、まあ、 もうちょっと教えてよっていうこともありますよね。はい。なので、今回の配信でですね、過去の配信の中から一部を抜粋して中身をご紹介したいと思います。今回はですね、投資にまつわるいくつかの誤解ということです。はい。皆さん誤解してらっしゃいますよという話ですね。かもしれませんよという話ですね。はい。 投資にまつわる一般的な誤解を信じてしまうと自分の財産にネガティブに作用することがありますはいそうなんです数十年前には真実だったことが技術や経済が変化した今今も真実だとは限らないこともあるんですねはい、いなのでおじいちゃんとか、 バブルの頃に株やってた人とかの話を信じても意味がなかったりするんですね。はい。経験則は大事なんですけれども、個別の財政状況に関するアドバイスにはならない。個別、個別。一般論、総合論とか、総論とか、そういうものは、 個別のケースに当てはまらないことも多いので、経験則ときに頼ってはいけないということもあるんですね。なので、いろんな誤解をちょっと解かせていただきたいと思います。はい。まず、誤解、一番目。投資はお金持ちだけのものという考えがあります。それは今では間違いです。はい。昔々、まだ、 ネット証券がなかった頃は、1回の取引で2000円、3000円と手数料がかかっていました。はい。なので、そんな取引するごとに何千円も引かれるようじゃやってらんねえよっていうことになるわけじゃないですか、お金を持ってない人にとっては。なので、昔は、まあ、当初はお金持ちだけのものでした。はい。で、電話かけなきゃいけなかったりするん、ね、で、注文するのにも。 そんなサラリーマンやってる人は市場が空いてる間に電話かける暇なんてないじゃないですかだからお金持ちで十分お金があってこんなふうに一日ゆっくりしてられる人だけが投資をしてたわけですよねはい今は違いますネット証券というものが出てきて手数料が格段に安くなりましたもう0円は今目指している証券会社もあります私が使っている証券会社は0円を目指してます 他のことで儲けようとしています。はい。そう。手数料ゼロ円化の時代です。はい。そして、注文は電話じゃなくて、ネットで前日に予約することができるんです。はい。だから、働いてる間は何も触らなくていいんです。はい。も全然違いますよね。はい。時代が変わったんですよ。はい。そうです。これがですね、 もうあの一つ覚えていただきたいところですねはい次誤解2番目資産は株式市場よりも現金として手元に置いておいた方がいいという考え方これも誤解ですはいなぜかといえば物価は基本的にはあの あの日本の20年のデフレはあれ特殊ですからね、世界的に見て基本的には世界各国、物価は値上がりしてるんですだから、現金で置いておくとどんどんその価値は少なくなっていくんですだから、投資で増やしておかないと自分の資産が減ってしまうことになるんですよ現金で持っておくと。はい だから投資で増やした方がいいです。はい。まあそういうお考えの方は、投資は投資でもギャンブル的な投資ではなくて、例えば、あの安全な投資信託とか、そういうものにしましょう。はい。一銘柄一銘柄買うんじゃなくてですね。あと5回3。借金を返済してから投資を始めるべきだという考え方の人がいます。例えば住宅ローンを返してから、定年になってからとか。 違います。違います。投資は早めに始めれば始めるほどいいんです。雪だるま式に増えていくからです。だから、私はたまに思いますよ。まあそこまでしませんけど、たまに思いますよ。あまりにも上がりすぎてて、借金しようかなと。借金してまで株式投資して、その後利子付けて銀行に返した方が得じゃんって思うこともあります。はい。 そうなんです。借金を返済してからでないと投資はできないなんて思うのは第5回です。はい、あと5回4株価は上がり続けるという誤回です。これはそんなことありません、IT。2000年代21世紀に入ってからも IT バブルの崩壊リーマンショック東日本大震災コロナショック 様々な下落要因がありまして、実際に下落しました。はい。株価が上がり続けると信じすぎるのは非常に危険です。はい。下がるというリスクは忘れないようにしましょう。はい。次。誤解5。最後になります。これが。これが一番の誤解です。投資はギャンブルみたいなもの。はい。 これを言っている人は誰ですか投資に失敗した人です。投資に失敗した人が言い訳として、投資はギャンブルみたいなものだ。手は出さない方がいいよ。俺は失敗,俺が失敗したのも、投資はギャンブルだからなんだもんそもそも。自分を納得させるためにそう言ってるだけです。投資はギャンブルとは違います。どこが違うのか。ギャンブルというのは、 勝つ人がいれば負ける人がいます。合計するとゼロ円。そして、場所代。まあ、競馬で言えば入場料とか、カジノで言えばチップ。そういうので、道元。工業主が儲かるようにできてるんです。ギャンブラーたちは、勝つか負けるか、どっちかしてしかないんです。 はい。合わせるとゼロになります。けど、株式投資は違います。何が違うのか。株というものはそもそも、ある会社に投資をし、つまりお金を入れて、そのお金を使って、会社で利益を上げてもらう。それを元手に。利益を上げてもらう。 その利益の一部を配当金として受け取るんです。お金を出資してくれてありがとうというお礼として。配当として受け取ることができます。なので、基本的には全員が、もし株価が変わらない場合ですよ。全員が得をします。私も、はっきり申し上げましょう。配当金だけで、 なんとか一人で食っていけるだけの配当金をもらってます、毎年。はい。そうなんですよ。だから、株はずーっとほったらかしてても、ずーっと配当金はもらえます。はい。それで食っていきます、一人で。一人だったらですよ。一人だったらですよ。はい。家族は食わしていくとなったら、ちょっと厳しいんで、まあ、いろんな形で私は、株以外の投資もして、あの、投資で身を立てているわけなんですけれど。はい。そのぐらい、 配当というものは出るんです特にアメリカ株はいはい以上のような誤解がありますなのでえー、まあそうですね物事をまっさらな目で見ることにしましょうはいそれが大事ですはい みんなに合わせるんじゃなくて、自分の目で確かめて、自分の動きをしましょう、はい。みんなで貧乏になるのか、それともみんなで幸せになるのか、それは一人一人の行動の積み重ねの結果です。皆さん、誤解を解いて、投資を始めましょう、はい。今回の配信は以上となります。 それでは別の配信または次の配信でお会いしましょう。さようなら。